温泉に行った時の話なんですけどね、一人でゆっくり温泉使ってましたらね、なんか旅館の番頭さんとおぼしき方がやってらっしゃいましてね、お客様申し訳ございません、今日女湯のボイラーの調子が悪くてですね、女性のお客様こちらの方にお連れしたいんですけれども、よろしいでしょうかっておっしゃるんで、どうぞどうぞご遠慮なくって言いましたら、お客様出てもらってもいいですかね。しょうがないよね、しょうがないね、しょうがないよね、しょうがないね、思い通りにならないのが人生、しょうがないよね。温泉と言いますとね、別府の温泉にね、泊まったことあるんですけどね、夕飯いただいて、さあ、お風呂に行こうかとしたら、今夜は入れませんって張り紙だったんですよ。今夜入れないの？いつ入れるんだろうって思ったら、明晩ですって書いてありました。明晩温泉。しょうがないよね、しょうがないね、しょうがないよね、いやー、お金がたまんないんですよね。それで通帳をね、占い師さんに見てもらったんですよ。すいません、なんか悪い霊でもついてんじゃないですかねって言ったら、占い師さんね、霊どころではない、マイナスがついている。うわー、しょうがないよね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 。